去年補助輪をつけて勝ち上がったミラクルドライバー、二次三次の先頭車両がそのエンタメ力を武器に100本の足でゴールへとかける、虹の果てにて待つ月の水戸。ハンドルアシストはなしでいいんでしたっけ？なしでいいですよ。ですか？なしでもちろんいいですよ。もちろんいいですよ。うん。アシストとかいらないですし。うん。補助輪とか、正直、まあ、小学生までですよね。なんて、あれ？リゼさん。三輪車みたいな。昨年の私が何で出場してたか知ってます？リゼさん。あの、補助輪は見れ、すごいと思います。本当に。無理やりすぎる。補助輪つけて歩くのがいいと思います。じゃあ、補助輪もね。いや、もうつけないですけどね、実際。私、あれ？ねえ、アシストアリをデフォルトにしろ！マリオカートは即刻アシストアリをデフォルトにゲームの開発を、くっ、エンジニア、ニンテンドー、くくく、こんなに私ってアシストがないとこんなにも無力。ちょっと待って、どこか分からなくなってきちゃった。なんかすごかったな、今真後ろに、あ、抜かされていく。ふぅ待って、間違えた、ボタン間違えた。やばいボタン間違えたとかある？今さらやべ、お前か、よし今真正面コースだったのに。左手が滑れてる気がする。スコヤさん、今の状況分かります？スコヤさん、今私が1位なんですよ。さすがです。うん、スカさん、私今2位ですよ。2位、さすがです。2位、すごい。何でも褒めてくれる。全然勉強とかしてないけど、昨日と3時間ぐらいしか寝てなくて、でも全然勉強して自信ないわ今回。まあ、寝起きやんっていうコメントをしてる方々ね、残念ながらハズレです。正解は寝てません。一生懸命になって後々ダメだった時のことが怖いっていうね。あ、これが樋口まどかの気持ちだったんだなって思った。私はいや完全にテスト勉強で、一回あ覚えたって思ってることも数時間経った後やったら忘れてたりとか、やっぱ勉強って自分よりも上手い人とやるとよくできるみたいなこと言うじゃないですか。だから、ね、マリカもそうな気がするんですよね。月の水戸、理由、クソザコドライブテクニック。去年の快進撃は正直偶然だと思っている。周りがもさ、このメンツだと厳しいかも。奇跡は二度も起きない。クサ。なんか笑われてるんでしょうね。はい、ありがとうございます。まあ、でも去年もこんな感じで言われてて抜けたからな。でも、まあ確かにね、奇跡は二度起きないっていうのはあるんですよ。実際、パーティーゲームとはいえどね。まあただ、今年掴んだ情報によると、前回は補助輪をつけて、補助輪ってね、サポートみたいなのをつけて勝ち上がった、彼女ですが、今年は補助輪つけてないそうですね。なので、はい。本物の実力がね、逆に補助輪がない状態まで仕上げてきたということになるかもしれないのでね、はい。期待しましょう。やばいな。よいしょ。来い来い来い。あ、やばい。やば。これはまずい。もう一回行きましょう。まだ3コースありますからね。5位には入りたい。まだいける。そうですね。くそ。よしよしよし。
なんだ今何やられた私。うわあ最悪だ。5位か。まあでも上がったことは上がった。うん。8位。集中しましょうか。今回ばかりは私には珍しく、無言でやっていきましょう。よし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 。3位。あと1回で全部決まる。じゃあ奇跡じゃなく実力だということなんでしょうね。素晴らしい走りでございました。院長、優勝したら私と結婚して。ちょっと重いかな。